ナイスポゼ。ファイナルジャケットみたいに言ってる。言ってねえよ。暇だからなんかそんなこと言ってねえ。暇だからということで。暇だからなんかよ、理由。やばい。マスカット3ね。ナイス。はい。ナイス。久々にマウスパッド足んなくなった、マウスパッド足んないかい。マウスパッド補充してからまたおいで、お嬢ちゃん。お嬢ちゃんなんだやっぱり。俺お嬢ちゃん扱いされてたんだ。お父さんはマウスパッド買ってくんないの？お父さん買ってくんない。買ってくれたらまたおいで。買ってくれるわけではないんだ。お嬢ちゃんのマウスパッド見る？え、いいんですか？触る？お父さんよりでっかいかもね。気持ち悪いこいつ、なんだ。めちゃくちゃやべえおじさんだったわ。こんばんは、ご注文のマウスパッドですって声に変えた。おっぱいマウスパッドが来たぞ。なんてこと言ってんだこいつ。それおっぱいマウスパッド注文してたんだ。やっぱ熱っぽいな。え、後で測っちゃおうかな。雑魚測るかおい。なくなったろあれ、何の意味あるんだっつって。お前雑魚系あんの？家にあれあるやつあったおかしすぎるって。学校にもねえよもう。お前もしかして生まれてからずっと家の柱に雑魚刻み続けたか？意味な。意味ねえな。お前足長すぎて気持ち悪いもんだ。皆さんこの人です。ね、気づいちゃった。警察を呼んでください。そんなにはなんねえだろ。まあまあ足長いって言われる。俺足長い、足長い方だと思う多分。これ腰骨の位置が異常に高いんだよね。そうだよな。なんか異常に高いよな、お前腰骨の位置。腰骨の位置異常に高い。一回身長追い越してる時なかった。どんな格好してます。だから俺さ、お前腰骨すげえ高いからさ、あれどっちに目線合わせて喋れいいんだろうってなっちゃう。顔だろ明らかに。どう考えたら顔だろ。足長情報で目覚めた。やっぱ配信中寝ちゃう人が多いみたいだね。そうだね。お仕置きだ。お仕置きってどうやるんですか？教えてやろうか。知ってんだ。お前、2、3日目覚めなくても大丈夫？そんなことになっちゃうんだ、お仕置き。お仕置きってそんなレベルなの？お前、赤好きじゃん。赤好き？まあまあまあ。黒も好きじゃん。うん。じゃあこの2つの電極持っといてくれるかい？よしおきだな、めちゃくちゃ。めちゃくちゃお仕置きじゃん。二階堂ちょっと熱測ってみてじゃん。熱測ってみます。あ、今？え、うん。え、早っ、こんなに早いんだ。あ、全然6度8分。ああ、6度8分か、うん、お前基本体温高いもんな。俺体温高め。お前一回生卵脇挟んで夕方に温泉卵として食ってなかったっけ？キモいだろお前。どうやってそんなにとどめてられるんだよ。基本だからお前の荷物俺持ってやってたもんな。迷惑かけてまで、人に迷惑かけてまで体温で温泉卵。あの2つのうち1個俺ちょっともらったもんな。お前すげえな度胸。お前の度胸すげえわ。ほんとあの時ありがとう、うん、あ、感謝までできる。うまかった。しかももうすぐゼルダだな。ゼルダは俺始まったらもう俺お前から連絡返さないよ。そんなに？ゼルダ何？新しいの出んの？出るね。世界が注目してるよね。へえ。アメリカのアップル、中国の TikTok、 日本のゼルダみたいな。そうなの？ただベトナムの交通渋滞とかなってる。ベトナムかわいそうですね。ちょっと最後にカジュアルだけやってもらうか。なんでこんなことに。早く寝ようって思ってたのに、なんでこんなことに。なんで そんなことに。お前どうせこのアーカイブは捨てるんだ。このあとなんか面白いこと言ったらダリーことになるから、今すぐさま配信終わるべきなんだ。なんで やんだ。終われ、早く終われ。何のために待っちゃう。意味がわからない。意味わかんないよ、ほんと。なぜやってんだ、こんなことを。うわぁ、二階堂、お前もカレンダーに罰つけとけよ。わかりました。こんなに面白くない配信しちゃったけど。お前も毎月3のつく日は、お前。悔やめよ。な。
わ、今日その日かってなって。おもんな記念日うってなるよ。ちゃんとおもんな記念日なの。皆さんすいませんでした。次の3の月日は5月13だから13にお前うってなるよ。いや、そう、毎日。な。毎回3のつく日。そうだぞ。10、20? うん、13、23、30。マジ30も。え、3月最悪の月。3月すごいよ、お前。こまめに毎日4月、あれ4月の開放感すごい。4月入ってすぐでもうっが1回来るんだ。4月入ってから1回うが入るけど、お前それあれだよ、お前ゴールデンウィーク開けた後に1日だけ祝勤してもう1回土日みたいな感じだよ。今日は皆さんすいませんでした。すいませんでした。